アイラウの戦いは1807年2月7日から2月8日にかけて東プロイセン南部の小さな村アイラウの付近で行われた海戦。当時としては異例の陶器に発生した。その原因はフランス軍の補給状態の悪化にあり、まだ補給が続くうちにイエナ・アウエルシタットの戦いで勝利したフランス軍が予勢を勝って、 残余の敵を撃滅するための短期決戦が望まれていたからである。イエナの戦いアウエルシタットの戦いでプロイセン軍を撃破した後、ナポレオン・ボナパルトは7万5000の兵でポーランドへ逃げたプロイセン軍とその援軍に現れたベニグセン将軍機下のロシア軍に決戦を挑んだ。しかし、吹雪や情報不足でフランス軍は苦戦を強いられた。 プロイセンに援軍として派遣されたものの、形勢不利と見たロシア軍は、フランス軍との交戦を避けて、交代を続けていた。だが、2月6日、ホフでの小規模戦闘で、ミュラ、スールとの両軍団が、ロシア軍と交戦。ロシア側は、兵2戦途方五門を失った。翌7日、ロシア軍を率いるベニグセン将軍は、アイラウ村で交代を止めて、防御体制に入る。 これを見たナポレオンは全軍をアイラウ村の西方を根城に展開させた。アイラウ村は東西を小高いオに挟まれた小村で、小川や池があるが開戦当時、積雪や寒気によって、それらは凍結し、その上は、不評は、愚か方すら、通行可能であった。折から、寒気は厳しく、両軍の兵は、寒さに震え上がっていた。気象条件も悪く、 吹雪が舞っているので兵士たちは、この天候では当分、先端は開かれないと、もっぱら弾を取るのに忙しかった。フランス軍は3軍団3万9000、新衛隊6000。対するロシア軍は8個、師団6万7000であり、劣勢のフランス軍は当日、攻撃を仕掛ける予定はなかった。攻撃は、皇族の W の第3軍団1万5000と、 プロイセン軍を追撃中のネーの第6軍団1万5千がは到着後に行うべく連絡を取ったのである。だが命令はネーの元に届かず、これがナポレオンにとって第一の誤算となる。7日に戦闘が開始されたのは偶発的であった。遊国に到着したナポレオンの全員が不要意にもロシア軍の前哨戦に引っかかり敵軍の攻撃を受けたのが第二の誤算であった。 これを見たフランス軍老親衛隊の一部が随意日光を救出すべく打って出たのだが、このフランス親衛隊動くの方はベニグ戦の判断を狂わせた。彼はこれをアイラウムラダッシュの動きと判断して、直ちにオステールマン将軍へ、砲兵による支援射撃を行わせるとともに、不評も前線へと投入した。これにフランス砲兵隊も猛然と応者。両軍は、 全くの偶然から突発的に先端を開いてしまったのである。吹雪のただ中、ミュラー、スールとの両軍団投入の結果、ロシア軍はアイラウ村から駆逐された。しかし、ベニグ戦は夜半、自軍を敗走ではなく、秩序を保ったまま交代させており、フランス軍はロシア軍に決定打を与えてはいなかった。両軍の損害は、それぞれ各四戦に達したが、 これは前哨戦に過ぎなかった。8日、いわゆるアイラウの戦いの当日、ロシア軍はアイラウ村東の尾根に再編成した自軍を展開していた。天候は変わらず吹雪である。戦闘は夜明け直後のロシア軍の先制砲撃から開始された。砲撃に加えてスールとの第四軍団はトチコフ将軍の不評とマルコフ将軍の騎兵に押されまくり、 ようやく右翼に駆けつけたタブー第三軍団の前衛部隊も前進を阻まれてしまう。フランス砲兵隊の砲撃は、おねじょうの敵に有効だを与えられず、門数でも、はるかに劣る。この状況を観察したナポレオンは午前10時、予備として控えていた、王樹郎元帥の投入を決意する。だが、猛吹雪の中、王樹郎第七軍団の隊列は、乱れ、方向を見失い、 気がついた時には、ザッケン将軍機下のロシア軍砲兵隊の真正面に位置していた。砲からケースショットの猛者が浴びせられ、そこへ、ウラーの叫びとともに、ロシア兵が突っ込んでくる。王樹郎の第七軍団は、兵四戦の犠牲を出して、瞬時に改装してしまったのである。王樹郎軍団の敗退は、フランス全軍を揺るがしたが、ナポレオンは慌てずに、 ミュラー元帥の騎兵団を投入する。本海戦におけるミュラーの騎兵突撃は戦士の中で最も荒烈な騎兵突撃と評されるほどでロシア軍の第一戦を破り第二戦も突破するや反転し第二戦を背後からついて暴れ回った。これが一つの転機となりフランス軍は全軍崩壊の危機を脱する。時間とともにタブーの軍団も前衛に引き続き 右翼に続々と到着しており、フランス軍はようやく一息づける形となった。しかし、レストク将軍率いるプロイ戦軍9戦も同時に戦場に到着しており、戦況は予断を許さなかった。一進一退を繰り返す中、普通ロ両軍は退治したまま日没を迎える。ナポレオンは自軍の情勢が不利であることを帰り見て、このままだと退却もやむなしを決意していた。 退却は、花だ不本意である。ロシア側はここぞとばかりに、ナポレオン不敗神話の終焉を宣伝するだろうからだ。だが、ナポレオンは、このポーランド固い中の雪中で、手塩をかけて育てた大陸軍の軍勢をすりつぶすわけにはいかなかったのだ。しかし、事態は思わぬ方向へと動く。ベニグ戦は、フランス軍の力を誤認し、 その夜のうちに全軍を撤退させてしまったのである。これを知ったナポレオンは即座に大勝利の法をパリへと送ったが、無論、本当の勝利は掴んでいなかった。ロシア軍の攻撃により、王次郎建築が重傷を負うなど、危うくフランスの大敗北になるところであった。プロイセンロシア連合軍は1万5千名の死傷者を出し、フランス軍も2万5千名の死傷者を出して損害は、 フランス軍の方が多い。この海戦で上昇フランス軍が痛み分けに甘んじたことはヨーロッパ中に知れ渡ったが、その後ナポレオンは軍を立て直し、雪解け後の5月27日にプロイセンが守るダンツヒを攻略し、6月14日にフリートラントの戦いでロシアに対象した。2月25日までの両軍の動き、ありがとうございます。